今年の春に中途入社してきた N さんの追い上げがきつい。この業種は初めてとか言ってたのに、試用期間も終わってないのに、バンバン契約を取ってくる。昨日なんか、俺が半年勤めてようやく取れたレベルの案件を、2件もあっさり獲得してて正直へこんだ。仕事中に、上司が、インカムで、N さんに負けるな、N さんに続け、負けるな先輩って、劇を飛ばしてくるのも精神的に来る。人生経験の差。でも、N さんは、ちょっと前までスーパーでレジ打ちしてたって言うし、元レジのおばちゃんに負けるとかさ。って、同僚から、しょうもない愚痴を聞かされて、どっと疲れた。プレッシャーを感じる前に、自分のペースで仕事を頑張ればいいんでないの。N さんは確かにすごいよ。最初は、おどおどしてパッとしない印象だったのに、今や立派な戦力だからさ。あの人が接客してる商談ブースからは笑い声が絶えないし、わざわざ指名して来店する客も出てきた。もともとのトーク力があるんだろうが、何よりこちらが。あの客は、こういったアプローチをすると効果あるかもってアドバイスすると、本当に契約取れちゃうからすごいよ。言われたことをできるのって簡単そうで難しい。だから、みんな面白がって、いろいろと N さんにノウハウを教えてる。乾いたスポンジって、ああいう人を言うんだろうな。年上なのに礼儀正しいし、愚痴を言ってきた同僚はおばちゃん扱いしてるが、自分こそまだ25なんだから負けずに努力しろよと言いたい。大学生の頃貧乏旅行した時の話。半日電車に乗っていて、深夜てっぺん近くに関西本線の某駅で降りた。何もない田舎なんだけど、翌朝行きたい史跡の最寄りだから、ここの近くのネカフェに泊まろうと思って調べたら、ネカフェあるにはあるんだけど、駅からちょっと遠いんだ。仕方ないから、重いショルダーバッグ担いで、線路沿いの暗い道をよたよた歩いてた。街灯がちらほら立ってたんで真っ暗ではなかったんだが、人通りも空いてる点もなくて、ちょっと怖かった。15分くらい歩いていると、先の方が林みたいになっていて、木の影がたくさん見えた。うわ嫌だなぁと思ったが、今さら引き返せないし、腹くくってそのまま歩き続けた。だんだん林が近づいてくる。街灯も、この辺りには立ってなくて真っ暗。だから、そろそろ、携帯のライトをつけなきゃなと思い始めた頃だった。林の向こうからヘッドライトが見えた。近づいてきてタクシーだと分かった。空車みたいだ。手を上げようかと思ったが、金ギリギリしかなくて。ネカフェまでいくらかかるか不安だったから迷った。ああ通り過ぎちゃうと思ったら、すれ違う時に、不自然にスピードを落としたんだよ。あれと思って運転席を見ると、ひげ面のおっさんがこっちを見てなんか合図してるの。車の進行方向、つまり俺が来た方を指さして、その後、左の方を指さした。立ち止まって通り過ぎた車のテールランプを眺めながら首をかしげていると、車が100メートルほど先で不意に左折した。ウインカーを出さずにいきなり曲がった。俺は、さっきの合図と照らし合わせて、ついてこいということかなと思ったが、正直怪しくてためらった。構わず、先を急ごうと前を見たが、暗い林を見ると、さっきよりも不気味に思えてよし、と引き返したんだ。角を曲がると、なんと、200メートルも、先に車が止まってた。ますます怪しいのだが、ここまで来たらと、そこまでよたよた歩いていった。バッグのベルトが肩に食い込んで痛かった。車の側まで行くと、運転席の窓が降りて、おっさんが顔を出した。どこに行こうとしてた？いきなりそう聞いてきた。いや、ネットカフェに行こうと思ってたんですけど。乗って、行くから。でも、初乗りでいいから。乗って乗って。はあ、俺は怪しいと思いながらも、成り行きに流され、ふらふらと乗ってしまった。後部座席に乗り込んで、
バッグをドスンと下ろしたら、運転手がすぐに言った。あそこ曲がる前に伏せて。は。さっきの道に戻る前に伏せて。座席の前にしゃがみ込んで。荷物も。なんでですか？後で説明するから。俺がいいと言うまで動かないで。わけがわからないまま、俺は、言うなりになって足元にしゃがみ込んだ。バッグも下に落とした。運転手は、ちらっとこっちを見て、そのままでねと言った。窓の外は空しか見えない。やがて右に曲がったようだった。直進する。ほどなく林に入ったと見え、窓に木の茂みが流れていった。林を抜けるのに、結構長くて30秒くらいかかった。運転手は、あれきり無言のまま。いつまでこうしてなきゃならないんだろうと思いながらも喋りかけ、辛くてしゃがんでいた。ふっと嫌な想像が頭をかすめた。このままさらっていく気じゃないだろうな。こっそり外を見ようか。そろそろと頭を上げ始めたとき、運転手が言った。着いたよ。外を見ると、そこは確かにネカフェの前だった。ありがとうございますメーターは回ってなかった。運転手は初乗り料金を告げ、俺は払った。このまま降りようかと思ったが、やっぱり気になってなぜしゃがませたのか。そもそも、最初の合図は何だったのかを聞いた。いたんだよ、あそこに。どこですか？林を通っただろ？あそこな、時々、おかしな奴らが待ち伏せしてるんだよ。待ち伏せ。通りかかった奴を殴って、ボコボコにして身ぐるみはいで。もう、何人も被害に遭ってる。男も女も。何ですか、それ。警察は？捜査してるはずだが、一向に捕まらない。暗くて目撃者もいないせいか、他に何かあるのか。何にせよ、地元の人間は、夜は、決して、徒歩や自転車で通ったりしない。とにかく、それで合図を。もう林まで近かったから、あからさまに止まったらバレる。獲物を奪ったと追っかけて来られたら面倒だからな。しゃがんだのも、僕を乗せてることを隠すためだったんですね。ああ。じゃあもう帰るから。あ、最後に一つだけ。なぜ、今夜いるとわかったんですか？血がね。ライトで見えたんだ。まだ乾いてなかった。